クンバ島とはアフリカ大陸の東のインド洋上、マダガスカル島北端部のすぐ西に存在する小さな島の一つである。ベ島とその周辺の地図。クンバ島はベ島の南東にあるのをジーコンバと書かれたほぼ円形の島である。なお、マダガスカル島はこの地図の枠の外側すぐ東に存在する。クンバ島は観光地でもあり、このように海岸には ボートなども見られる。群馬島はマダガスカル島の西、ベ島の南東に位置する火山島である。その具体的な座標はおおよそ南位13度47分、統計48度35分付近であり、この場所はマダガスカル北端部のアンツェラ7州西部に属している。島の形状はほぼ円形をしているため面積は 約27.9平方キロメートル、海岸線の長さは19.9キロメートルと、面積の割に海岸線は短い。島の中央部には、アンタニアウンビサムがそびえている。クンバ島で撮影された、クロキツネザルのオス。クンバ島は森に覆われている。また、マダガスカル北端部の一部にのみ分布している固有種、かつ気球種のクロキツネザルが分布する島としても、 知られている。ザイランズアラウンドの OGBE、ハット AB の OG コンバ。ありがとうございます。